こんにちは。赤先生の去年の7月に出されたという、はい、一般公開初めての。初めてです。同情生の方たちには今までも何冊か書いたことありますけども、一般向けは初めてですね。はい。中達也が行く空手道の発見、いろんな言語に翻訳されるというプランがある。まあプランですけどね。はい。希望ですけど。うちのクロービワールドメディアのプロデューサー中村がただいま英語に翻訳中です。7月にできるって言ってましたね。そうですね、はい。初めて、それこそ日本語でも一般公開初めてで、はい、英語に訳される、もう世界の人たちに読んでもらえるということが、もう楽しみです。これまで日本語、日本文化に直接自分たちの言語で読むことができなかった、情報を得ることができなかった人たちに一番伝えたいことが書いてあるとしたら何ですか？全てですね。全て、はい、全て読んでほしいです。例えば型の重要性だとか、はい、技の細かな説明ですね。我々武道空手と解説してるんですけども、その武道における決めですね、はい、決めとはどういう意味があるのか、まあ、そういうことも書かれてますし、空手を始めて今まで この私の人生、それと僕が沖縄で体験したことや、いろんな方とお会いして体験したことが書いてありますので、ぜひ皆さん読んでみてください。楽しみにしててください。